アメリカンフットボール用、ショルダーパッド1906年、初期のショルダーパッド付きユニフォームを着た、アメリカンフットボール選手、ブラッドベリー・ロビンソン。ロビンソンは、この年ルールで認められた、フォワードパスを初めて投げた選手としても知られている。ショルダーパッドとは、アメリカンフットボールや、カナディアンフットボール、ラクロス、ホッケーなどのコンタクトスポーツで用いられる肩や胸を、守る防具。 近年では衝撃を吸収するスポンジ状パッドの外側に硬いプラスチック製パーツを取り付けたものが一般的であり、パッドの各パーツはリベットやベルトで固定されていて着用者の体型に合わせてある程度の調節ができる。またこうしたスポーツ用具以外に洋服の肩パッドやバッグの紐あたり、シートベルトの肩当てなどもショルダーパッドと呼ばれる。 アメリカンフットボールの草分け時代である1870年頃には肩や胸を守る防具はまだなかったため、選手は厚手のセーターのような上着にズボン、ストッキングを着用して試合をしていた。1890年代末頃になると肩にパッドを縫い付けたジャージを着用する選手が現れている。1920年代になると肩や胸、 脇腹を保護するため皮を縫い付けたジャージも着用され、はじめ、1930年代には、今日のショルダーパッドの原型となる、肩のラインに合わせた、比較性のショルダーパッドが登場し、1960年代になると、より安全性の高いプラスチック製のショルダーパッドが使われるようになった。1974年には、アメリカンフットボールにおいて、 すべてのプレイヤーにショルダーパッドの着用が義務付けられた。アメリカンフットボールのショルダーパッドには、選手のポジション別に様々なタイプがある。例えば、クォーターバック用のショルダーパッドは、軽量で寄り方が動きやすいようにできているが、相手選手との接触が多いライン万葉ンはより、がっしりとした作りになっている。また、ショルダーパッドに似た防具にリブプロテクターがある。これは、 ショルダーパッドに取り付けて、プレイヤーの腹部を覆うような形状をしており、脇腹、肋骨、背中を保護するための防具である。ありがとうございます。